第4回です。古代ギリシャのポリスアテネの全盛期といえば、ペルシア戦争の時期と一致すると考えて問題ないです。で、ペルシア戦争は年号で言うと、前500年から前499年、でも紀元前の話だし、この数字だけだとちょっとリアリティがつかめませんよね。もう少しね、本当そういう数字のリアリティとか年号のリアリティをつかみたいところです。で、つかめないからどうするか、図にしてみましょう。ぜひ皆さんもそういう作業をおろそかに、大事にしてください。必ず身になります。紀元から始めて、本当に簡単な図でいいよ。ノートにちょこちょこって書くような感じ。BC100、紀元前100年、紀元前200年、紀元前300年。ちょっとここら辺から大きくしましょうね。で、紀元前400年。あ、これ、ここ狭くていいな。BC4。で、紀元前500年。で、紀元前600年。こうなりますよね。で、そうすると、紀元前500年から紀元前449年。449、だいたい450なので、ここの、まあ、世紀で言うと、前1、2、3、4、5。前5世紀のちょうど前半、半分が、ペルシア戦争の時期。と捉えることができます。で、ここ前1,2,3,4,5,6 世紀ですね。6世紀にソロン、名前だけ出しておきますけど、ソロンの改革が行われたり、あとは次なんだっけ、これペイシストラトスと言ってくださいね、口番なかったや、ペイシストラトスの専制政治が行われたり、クレイステネスが出てきて、オストラシズム、当変追放など始めたのは、これペルシア戦争のこの前の話です。で、この前5世紀の後半にはペロポネソス戦争、スパルタとの戦いですね。で、この時期にはもうすでにアテネは修復政治と呼ばれる時代に陥ってます。なんかここを中心に、なんだろうね、伸びていく時期、下がっていく時期のようなイメージを捉えるといいです。で、ここ前4世紀の半ば頃にはえ年号どのくらいだっけ、338年だったかな、 BC338 カイロネイアの戦い、これはマケドニアがまあ、当時力があったポリスのテーベや、あとアテネに勝利した、マケドニアが勝利した戦いですね。で、その後アレクサンドロス大王が出てきて大帝国を築き上げます。そう、簡単でいいね、こういう年表を作ってね、自分の中で組み立てていくようにしていきましょう。